せーの、いた。それはいいんですよ。それはいいんです。それはいいんです。びっくりした。行けますか。びっくりしました。すごいな。今日はね、松間さんの周りの駐車場が1000円なんでね、今日はこちらのちはや駐車場さんを利用させてもらいました。600円でした。よかったです。安心の600円、ね。今日はね桂田にね目指したいと思います。天気です。満車すごいな。ここ600円だ。もう満車やね。1時半過ぎでもう満車や。今日はねここの次は旅をやっていきます。はい、今日はねこのゲートをねまっすぐね行きます。遠心力もすごい季節となってますね。細いという道があるんですごい分かりやすいですね。登り始めて30分ぐらい登ってます。またね左に行くんじゃないですけど、道に登ってきます。はい、1個目の園庭が出てきました。大丈夫。なんか動いた。もみじらにみたいや。せやんね。俺も思うた。よいしょ、よいしょ。よいしょ。おー、すごい水の量。夏は気持ちいいやろな。絶対ここも涼しいで。いやー。さあどっちか行く。どうしようか。どっちから行こうか。右も滑りそうやしな。さあどっち行こう。右も細いロープあるのかな。ないか。ないやろ。細いロープな。そう、左の方で左行ったら安全ちゃうか。そこにロープあるやろ、左の。あ、そうそうそう、それ。それで行くんがいいんちゃうか。それで行ったとしてさ、あ。微妙やね。おお、いけた。よっしゃ。ロープびちょびちょやな文句だな余裕やな。ここはおお思って、ここは第一段階は突破やな。やつはこの滝登るんかこれちょっと急やな。急やな、危ないな。よいしょ。ちょっとアドベンチャー的なとこやななんかでもあそこにほら看板あるな。でも倒木しまくってるからな辺りね、道が細くなってきました。よいしょよいしょ。あ、ここやな、ゴムの。あ、滑りやすいな。岩肌やもんな。ちょっと危険箇所かな。危ないです。気をつけます。なんかゴムえらい上の方行ってるよな。持たれへんやんこれいやもう下見ていかなしゃあないな。なあ、ロープしっかり持たんと。ここめっちゃ狭い。ああ、ほんまやな。よいしょ確かにすごいね。はしご来た、はしご。こちら行けますか。びっくりしました。すごいな。どこから下行ったんですよ。はい。行けますか。いや、行けそうですよ。もうあとこんだけでしょ。はいはい、もう行けそうですよ。いや、なんとも言う。いやいや。ストック持ちましょうか。もう危ない、そんなん持って持てる。よいしょ、あ、ごめんなさい。いえいえ。はい。はいはい。あ、それをね。よいしょ。あ、あとはしご。よいしょ。お、この鉄めっちゃ滑る。またここも。へえ。あ、確かにここ危険なルートがわからんな。うん。はい。じゃあ川がね、二手に分かれてる。ごめんなさい。二手に分かれてるとこ、このよいしょ、ここをね、真ん中のね、尾根的なとこ、よいしょ、通っていきます。よいしょ。もうあれネット見えた。ネットのとこはね、左側の方でね、登るとこあるんで、よいしょ、ここね、登っていきます。この辺咲いてるで。もう咲いてるの早っ。なんか綺麗なとこやろ。ああ綺麗やな。なあ。あほんまやほんまや。うん、よいしょ、行こう。いいかいな。うん、後ろいたはず姿勢が綺麗って言ってはるな。うん。上向いたら気がつく。あるのは新しい新芽かシダ。綺麗やな。綺麗な。ここに山頂からシュッて降りてこれるんやったら、なんか違う道な。から来ても。でもすぐ近いよ。一回練習いきますよ。せーのよ。それがいいんですよ。それがいいんです。それぐらい言ってくださいよ。それ踏むぐらい言ってください。できたら旦那さんの踏んでください。いきます。せーのよ。いけたかな？僕影なってるか。これでいきましょう。この角度でいきましょう。一回足このまま引っ込みますよ。せーのよ。あしゃ開けた。あだす。あだす。あだす。違う。こんにちは。こんにちは。はい、トレランゴー。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、どうも。ガッツポーズ。出ます。今日もね。金剛山登ってきました。いろんな人に会えて今日は楽しい金剛山になりました。花もね今回は撮ったんで、ちょっと今また変わった動画になったと思います。またよろしくお願いします。